どうもこんにちは。今回はですね、武蔵小山駅、こちらが最寄りになります。駅前には大きいショッピングモールができてますね。はい、以前近くに住んでたんですけどね、駅前の今のショッピングモールですねが大きく変わったところですかね。こっちのパルム商店街に関してはそんなになんか変わった感じはしてないんですけどね。はい、このメインの通りはないこの銀座コージーコーナーの方の、パルムの方を抜けていってですね、でちょっとそこから離れていく感じになりますね。これは近くのパン屋さんにちょっと寄ったんですけど、はい、この通りですね、この通りに今日はお休みなんですけど、ジライヤっていう塩ラーメンで有名なお店ですね。以前はこっち側、武蔵小山駅のこっち側ではなかったんですけど、移転してきたようですね。行列のできる塩ラーメン屋さんですね。ジライヤは今こんな感じですね。木曜日が定休で、テレビでもチャーシューが取り上げられたっていうんですけどね。まあ普通に塩ラーメンすごい美味しいんですよ。新メニューで辛味噌もありますよということですね。はい。で、そのままその道をまっすぐ行ってこちらですね。はい、住宅街の中にあるっていうようなイメージですかね。はい、麺こいどころ、これでハゼ流って読むんですね。濁流と書いてハゼ流ですね。こちらの混ぜ、そばが私興味がありまして、で行ってまいりました。この日はですね、平日の13時前後ぐらいですかね。はい、待たずに入店という感じになりますね。ちょっとブレちゃいましたが、こちらが券売機になりますね。混ぜそばが830円、丸徳混ぜそばっていうのは1130円ですかね。はい、であります。先客はお一人ということで、サクッと入りまして、こちらへどうぞって言われたのでそちらに行って食券を渡す形になります。特にコールみたいなのはないんですけど、ランチタイムということでご飯つけますかと言われたので、まあ、つけてくださいという感じですね。カウンターのみなんですけど、こちらが、カウンターの調味料、これは酢ですかね、左側は、と一味と胡椒という感じですかね。はい、来ました。こちらが、ハゼ流の混ぜそばです。量は普通ですね。特にあんまり多そうには見えないんですけど、チャーシューが1枚とっていう感じですね。で別皿でこれはおそらくニンニクですね。はい、で、丼の方を見ていくと、卵の黄身ともやし、油、きくらげ、青ネギ、あとこれは生姜ですね。はい、という感じになります。チャーシューは炙ってるか焼いてるかっていうような感じで、煙がもくもくしてましたね。はい、麺は中太でちょっと平たい感じなんですかね。で、こちらがそのニンニクですね。
なんかこう、ニンニクもちょっと味付けされてる感じなんですかね。こんな感じで。で、麺が、ずるずる食べやすい感じですね。もちっとしてるんですけど、だからといって、やわい感じでもなく、いい弾力というか、いい、こう、押し戻しといいますか、という感じで。で、塩系の混ぜそばになるんですけど、塩、胡椒、それと、生姜がいい感じで、すんごく、美味しいです。麺もズルズルという感じで、もちっと感もありますし、はい。で、このチャーシューなんですけど、チャーシューが、見た目はそんなに柔らかそうには見えないんですけど、全然柔らかいですね。はい。箸でも切れちゃうような感じなんじゃないですかね。はい。薄めになっておりまして、これがその、塩の効いた、濃いタレにですね、合うんですよ。はい。という感じで、サクッと食べ終わっちゃいました。で、ご飯、がついてきたんですけど、ランチで小ライスが無料だったんですけど、まあ、この塩系の混ぜそばには、何でしょう、ご飯を入れるというよりも、この混ぜそばを食べつつ、ご飯でちょっとこう、何て言うんですかね、ニュートラルにするというか、結構塩が濃いめでガツンときますんで、それをちょっとこう、米で、ちょっとフラットにして、また食べていくみたいな感じで、ちょうどよかったですね。はい。普通盛りなんですけど、量的には、私が、だいたい、茹で前200が、ちょうどいいなって思っているんですね。二郎系とかよく行った時にですね。その感覚で言うと、ご飯を含めても、ちょっと、そこまではいかないかなっていうぐらいだったんで、まあ、麺の量は100、普通で150ぐらいなんですかね。そんな感じで、サクッと食べられました。塩が濃いという感じで、はい。お品書き入れときますね。中華そばが830円。私以外はですね、他の方々はみんな、この中華そばを食べてました。で、塩ですか、醤油ですか、みたいな感じで、答えるみたいな感じでしたね。はい。あと、青唐辛子。ししとうですか、これ。あと、味噌もあるんですね。この焙煎味噌っていうのもちょっと気になるんですけどね。皆さんが言ってたのは、あと、煮干しそばの人も言ってました、いましたね。はい。混ぜそばは、少ない感じだったんですね。私だけでしたね。はい。で、食べてる間に、5、6人の方が、来たりはしたんですけど、特に、街まで出ることはなく、という感じでした。スムーズな感じでしたね。はい。こちらが、ハゼ流というお店でございます。はい。この、通りのすぐ手前のところに、ループの、ステーションがあったので、ここまでループで来るとかっていうのもいいですよね。はい。という感じでございました。以上。はい。参考になりましたら、いいね、高評価ボタン、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。